こんにちは。さあ今日はですね、山田徹さんにちょっと手伝ってもらって、まあ、日本放送のアナウンサーなんですけども、まあ、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。ね、今日はあの第4戦、はい、ね、はい、まあジャイアンツは負けたら終わりということで、そうなんですよ、ね、もう崖っぷちなんですけども、そうなんです、まあ、でも DeNA は、うん、まあ、一気に行きたいですよね、うん、まあ、当然ですね、当然、はい、まあ、そういうことで、まあ、ゲームをねちょっと振り返っていきたいと思いますが、はい、まあ、徹さんよろしくお願いします。はい、よろしくリードをね、はい、あのね、まずね、今日第4戦じゃないですか、はいはい、第3戦まで巨人全然打てなかったです、ね、こんなに弱いと思いませんでしたジャイアンツ。まあちょっとね、吉川の怪我で、非常に、まあ、ちょっと劣勢に立ってるというところはあっても、うん、昨日実は旭川から帰ってくるときに空港でヘルナンデスに会ったんですよ。で、うん、大きな荷物持ってるから、あれ明日あるなと思ってたら、うん、今日入ってきましたよね。あ、そうなんですよ。で、吉川もベンチ入りしてるということで、はいはい、まあ、総力戦ということでね、まあ、戦うんだろうなという、うん、で打順もこう DeNA の方は全く変えてこずに、うん、はい、巨人の方はまあ、奥へ1番、うん、まあ、多少この中でも当たってる門脇を2番に持ってきて、はいはい、で丸岡本、うん、で5番にヘルナンデス、うん、で坂本、中山、岸田、井上というね、うん、はい、まあ、布陣を引いてきた、うん、まあ、一つのポイントとすればヘルナンデス、うん、まあ、これがどういう機能をするのか、はい、でも全くこのシリーズ出てない選手だけに岡本の後ろにいるとちょっと不気味な感じはしますよ ね。なるほどね、はいはい、あの手首の骨折でね、8月の中旬いなくなって、そうで、もう完治はしてないと思うんですよ、うん、まだね、ところがやっぱり緊急招集、ね、まあそうだね、まあ、それで、まあ、井上の立ち上がり、うん、まあ、ジャクソンの立ち上がり、うん、まあ、そういうところから、うん、試合は始まっていったんですが、はい、まず井上良かったですよね。もう立ち上がり、え、こんなにいいのと。いやいや本当に、ね、なんかすごく落ち着いてて、うん、なんかシーズン通りの、うん、なんかピッチング、はい、マウンドさばきだったなっていうような感じがして、うん、で一方ジャクソンの方は、はい、なんかボール球に手を出してくれてて、ね、ジャイアンツ打線がね、そう、助けられてるなという感じがしたんですよね。あ、で門脇も粘るんだけども、うんうん、いやーこれ粘らなきゃ、いやいやボール球に手を出さなかったらフォアボールでしょっていうような、ああ、で、まあ、丸もどちらかというとやっぱりちょっと高めのボールに手を出してたかなと思って、うんうんうん、まあ、お互い三者凡退で立ち上がりましたよね、はいはい、で序盤はね、とりあえずでも井上がいいと言ってもいつ何時何があるかっていう心配な目で僕は見てました。ああ、まあまあそうです ね、はい、ジャクソンはあのチェンジアップを巨人打線がなんで当たんないの、うん、みたいなね。ただジャクソンのことを言うと、うん、まずね、まっすぐはいい、うん、で高みにも来てるし、はい、カーブは全く使えない、ええ、ストライク1球も入らない、うんうん、その代わりチェンジアップが良かった、はい、でも球種的にはまっすぐとチェンジアップしかなかった、うん、だけど、うん、戸柱がうまく高めを要求してたね。そのボール球に手を出してるから、うん、ジャイアンツ打線が苦しんでたという。だ2種類しかないんだけども、絞れって言ったら絞れそうなんですが、そういう感じでいいかな。まあまあそうだね。いやそれで2回、まあ坂本がこの試合初安打を打つんだけどね、はい、両リーグ、そうそうそう、両チーム合わせてね、このゲームね、うん、だけどね、はい、坂本がね、やっぱね、ジャクソン球速いから少しこう開けてんだよね。おー、で工夫してんのよ。なるほど。これはどういう工夫かというと、やっぱこうやってちょっと離すことによってバットのヘッドが早く返ってくれるんだよ、ね、ははだから速いボールに負けないよ、負けないという対処をしてるわけ。だからここら辺やっぱりベテランって考えてきてんなっていうふうに思って ね、うん、なるほどね。だからなんかこと今日は坂本が何かやってくれるんじゃないかなっていうような、うんうん、まあそういう目で見たんですよ。なるほど、ね、まあたがヒットでね、うん、まあチャンスで広がらなかったけども、はい、まあちょっとそれをお伝えしておくと、うんうん、で3回、はい、井上三者三振。そうなんですよ、下位打線森、戸柱、ジャクソンというね、はいはい、まあピッチャーはまあともかくとして、うん、やっぱここら辺はねもう完璧、うんうんうん、まあ1回2回3回をパーフェクトにね、まあ、立ち上がっていったというね。そうなんですよね、はい、だからデビューした時の井上を思い出しちゃって、この時にね、うんうん、安倍監督からはね、5回ぐらいまではあいつはもうちゃんとやるんだけども、その後がな、信用してないんだよみたいな、ね、監督コメントが多々あったんですが、まあね、まあまあ確かにね、うん、まあ、そういうことはあってもなんか1年かけてっていうか頼もしくなってきたよね。うん、でチャンスを迎えたのはジャイアンツ、門脇4回、はいはい、先頭打者でフォアボール、はい、で丸との間で、はい、
ワンエンドワンからエンドランだったよね、はい、仕掛けましたね仕掛けたね。いやこれランエンドヒットなのかもわからないけども、うん、俺は多分エンドランじゃないかと思うんだよね、うんうんうん、これがセンター方向に飛んでって、はい、森がねショートの森がこう半身でこう取りに行って、こうやってトスをイメージしたんだよ ね、 あなるほどね。これをもうそのまま取ってもうセカンド諦めてファーストだったら、うん、多分処理はできたと思うんですよ。いやだけどセカンドのトスを選んだがために、うん、ちょっとボールが手につかずに、うん、取りに行っちゃったんです、まあ、そうだね、まあ、それでセンター前抜けたと、うんうん、いやそれで岡本、うん、ノーアウト1・3塁、はいね、どういうバッティングをするか、はい、でもねこれはねジャクソンがねものすごくいいところに投げて、うん、この打席は1球も打つところがなかったかなってそんな感じがして、うん、もう最後の勝負球って外の本当にいっぱいいっぱいのボール、まあ、当てるのが精一杯、これが当たっちゃって、うん、セカンドのダブルプレーを食らうんだよね。なるほどね。まあ、しかしノーアウト1・3塁だから1点は取れてるわけ、うんうん、これをどう考えるかです。なるほど。私はねあのファールにできなかったなって思ったんですよね、まあ、欲があるよね、うん、いやだけどもう考えによっちゃもう この結果を捉えるしかない、うん、そうなったらこういう場面でも1点取れたと先制点を取れたっていうふうにポジティブに考えなきゃやっぱねこう沈んでいくから、はいはい、いや岡本か期待したけどなって、うん、そういう雰囲気にもなるよね。三振よりは良かったってやつですか。いや絶対そうです。あだからノーアウト満塁で点が入らない、うんね、こういうことも多々あるけどもやっぱこういうケースでも1点を取れたということをポジティブに思わないと、うん、なるほど。うん、だからいけないなと思ったんですね、うん、待望の選手点ですよ ね、 いやそうですよね。で井上は5回までパーフェクト、うんねうん、さあ6回、うん、ワンアウトランナーなしから戸柱、はい、ボール2、はい、バッターだったら何狙います。バッターだったら次に来るストレートのストライクでしょう。そうだよね、やっぱ歩かせるわけにもいかないし井上だから、うん、でスライダーあるのに、うん、まあそうやね、なんでストレートって、うん、戸柱はもうまっすぐ一本でいってたね。ですよね、うん、まあそれをものの見事に捉えてそうなんですよ、まあ、ホームランをしてしまうんだけども、うん、まあだけど戸柱がねやっぱこれをミスらなかったと思う、ああああだから見事に打ち返したと思うよね。これが今回のシリーズの DNA ですよね。まあそうだね、うんまあ、それで、まあ、1対1に同点になるというね、うんうん、で6回裏、はい、ピッチャーのところに回ってきてそうなんですよ井上に変えた代打を出したんですよ。で井上は6回65球、うん、1安打1失点余力あるんですよ、うん、このホームランで変えたというね。ああいやだからもう勝負するしかないしジャイアンツは ね、 そうですね。だからシーズン中だったらまだ引っ張ると思うんだけど、うん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 、やっぱもうここはもう攻めに転じて、はいはい、佐々木を代打に出した、うんねうん、でサードゴロ、うん、でオコイが三振、うんまあ、ツーアウト、うん、あこれ、まあ、チャンスはやっぱ作れんかと思ってたら、はい、門脇、うん、センター前ヒット、ね、丸がライト前ヒット、うん、この2人のコンビっていうのは続く ね、 ねいいですね。そうなんですよ、ね、で岡本4番の前にチャンス作って、はいうん、で岡本ライトファールフライに終わるんだけどさ、ね、なんか今日の岡本はちょっと元気がなかったなっていうような感じがした。だから何なんですか、ホームランは1本打ちました、タイムリーも打ちました、うん、今日のゲームは肝心要のゲームっていうところで異常なこうなんかプレッシャーみたいなのを4番バッターが感じたんですかね。ああ、そうですね。だから全体的なそのスイングの雰囲気っていうのがすごく重く感じました、うん、いやだからまあ故障はしてないにしても、うん、やっぱ精神的な 重さ、うん、重みそういうものをなんか岡本がちょっと感じてたかなって。バット下から出てません。まあ下から出る下から出てないというよりもちょっとね触れてない感じがしますよね。ああ、うん、だからちょっと心配なんだけども、うん、ここで同点に追いつかれてこのチャンスを4番がチャンスをものにできなかった、はいうん、これはちょっと流れが変わるんじゃないかなっていう重苦しかったっすよ。そうでね、ここまでの東京ドームの試合のペースとすれば、うんうんうん、これ DeNA のペースだもんね。ですね。追いついてあーね、あーホームランで追いついてで7回ですよ、うん、ね、牧センあの船場様に代わって、はい、牧がセンター前ヒット、はいはい、佐野が、うん、佐野の時に変えないのかなと思ってたんですね僕。あピッチャーをね、船場様左を持ってこなくていいのかなと思ったんだけども、あ、まあ、そのまま行ってレフトフライ、うん、オースティンのところでケラーを持ってきた。そうなんですよ、ここが鍵ですよね、うん、いや俺はもう本当に今日の試合の最大の守りの方のポイントだと思った。ああなるほど。ケラーを持ってきて、うん、
三振、宮崎三振、はい、これ見事だったよ。ですから阿部監督の心理としては、うん、4番オースティン、5番宮崎、右のバッターですが、うん、強い球、速い球のピッチャーを、うん、そう持ってきた、起用したんですね。そういや、うん、だからあのここで三振をね、うん、本当取れたということ、うん、もう圧倒したよね、うん、バッターを、うん、いやだから、うん、あのここでね流れをね、うん、DeNA の流れを止めたって言ってもいいと思う。なるほどね、はい、で逆に、うん、7回に流れを持ってこようとしてケラーだったと思うんだよね、阿部監督はね。ああ、でワンアウトから、はい、7回の裏、はい、坂本、うん、レフト前ヒット、2本目のヒットだ今日来たなと思って、うん、で中山、うん、ライト、うん、ここで送りバント考えましたよね。ツーアウト取られても送りバントじゃないかなとか思ってたんだけども、得点圏に置きたい、だけど強行に行って、うん、これ強行に行くんだったら1、2塁間抜くしかないぞっていうのをみんなで話してたら、おうおう、一流が抜いたよね。抜いたんですよね。それで坂本どうするかって言ったらさ、うん、サードまで走って一三塁を作れたんですよ。早かったですよ今日の坂本勇人は。ね、いやそれで、うん、坂本勇人にサードまで行ったんで、うん、ダイソーを送るかなと思ったんですよ。はい、そうですね。あ、動かないんだと思ってて、一塁ランナーの中山に増田大輝、うん、ピンチランナー。うん、俺と思ったね。いやそこで我々もそうだけど、うん、ちょっと意識がランナーに行くよね。そうですね。増田大輝がじゃあ走らせるのかって、あーはーはーはー、いや走らせる、うん、でも横浜のバッテリーは、うん、多分サードランナーが坂本だったら、うん、多分セカンドスローするような、うん、これで失敗したらって言って、うん、考えてる矢先に、うん、岸田に、うん、初球をセーフティースクイズを決めたよね。作戦ですよね。いやだからね、意識をね一塁ランナーの増田大輝に生かしたんだよね多分。いやそれだったらすごい作戦だと思うんだけども。ど、ね、で坂本、うん、そのセーフティースクイズに対しての打球の反応、うん、よかったね。やっぱり18年やってきたその分を全部出したかなみたいな走塁だったと思う。もうサードに行った時もヘッドスライディング、ーホームもヘッドスライディング、そのスライディングも完璧だよ。本当ですね。スライディングするコースが、もう感動するね。ね、勝ち越しの1点がやっと入ったですよ。やっぱりベテランだなと思ったね、うんうん、でここで、うん、長野を代打で送る、はい、ジャイアンツを ねで、すかさず中川をマウンドに送る、はい、その両監督の駆け引き、ね、そう駆け引き、昨日までは阿部監督が負けてたんだ。いやあの三浦監督の方がやっぱ先手先手で行ってて、はいはい、裏を書かれてるんだよ全部。で長野で中川を、あ今日もあれかって三浦監督の勝ちかみたいな、やっぱ打ちにくいからね右バッターは、はいはい、ファーストランナーに増田大輝を送ってた、セーフティースクイズでセカンドに行ってる、岸田も生きてる、初球を盗塁だよ。ダブルスチールなんて誰も考えなかったですよ。誰も考えてなかった、ね、今日ついたよね。だから一塁ランナーの増田大輝っていうのは、うん、なんか先を読んで長野を出したら、うん、絶対中川来る、うん、中川の癖っていうのを、うん、もう分かってる、うん、初球から行けみたいな、うん、完全だってノーマークでしょ。完全完全、ね、もうキャッチャーも投げれなかったから、だから見事に決まった ねでその長野が、うん、あのファーストゴロで、はい、まあ、オースティンのエラーを誘うんだけども、今まで剣士として DeNA を、ね、うん、みんなこうそれで勝利を収めてきた、ほころびが出始めてんだよ。なるほどね。だって昨日まで完璧の守りでしたもんね。完璧だった。もう感動するぐらいのプレーが続いてた。だからそれがここでほころびた。で DeNA の方は7回8回って先頭バッター出るんだけども、うん、次の塁に進めてないのよ。本当ですよね。これいい時って必ず進んでいくんだけどさ、進めてない。だからね状態もねちょっと落ちてきてるんだよ。なるほどね。で9回は大勢ちょっと危ない場面もあったけども、うん、まあ抑えてね、はい、まあ4対1で逃げ切ったという、うん、まあ、試合にはなったけども、うん、明日楽しみだね。明日ですよ明日、まあ、これで今日勝って巨人2勝3敗になって、うん、明日勝てば3勝3敗の月曜決戦ということになります。それでもファイナルは終了ですからね。まあ、そうだね。だから明日切り抜けたら、うん、まあ、東郷菅野、まあ、向こうは、うん、K かな、うん、だから明日大勝負になるね。だから明日は山崎伊織と浜口ですよね、はいはい、予告先発は、はい、
浜口がハマったピッチングができるか、それとも乱れるかっていうのは、まあうね、一瞬僕考えてるんですけど、いい浜口なのか、まあ、あんまりの悪い浜口なのか、いや、まあ、そこだよ ね勝負はね。まあでも良くても悪くても巨人はね、うん、打っていくしかないし、ですよね。ただ今日はねボール打ちが多かった。で浜口もボール球が多いピッチャーだけに、あのいかに見極めっていうのがすごく大事だね、うん、で山崎よりはやっぱこう怖がらないで相手バッターの懐に突っ込んでいけるかどうかだよね。あ、なるほどね。だからまあ DeNA には相性が多分いいと思うんだよね、うん、だからそこら辺を自分のピッチングができるかどうか、うん、バッターとしたらその見極めができるかどうか、あ、なるほど、まあ、そこにかかってるかなと思います。ズバリ言って明日どうですか、まあ、ここまで解説してどうですか。いや第6戦まで行ってほしいなという。第6戦、明日がまだ5戦ですから、まあ、そうだね、決めきれなかったな DeNA ね。あ、まあ、惜しかったけどもね、まあ、でも明日楽しみですね。本当ですね、はい、はい。